写真拡大。赤坂秀和、赤ペン。無観客の練習試合シーズン開幕早々、大変残念なニュースだ。ヤクルト島が21日、阪神中田に支給を受け、右手親指付近骨折で長期離脱してしまったのである。東日本大震災によって開幕延期となった2011年、楽天の選手会長を務めていた島は、札幌ドームでの事前試合の前、感動的な挨拶を行った。見せましょう、野球の底力を。島は NPB に渡された草稿をあえて断り、球団と話し合ってあのセリフを考え出したという。心のこもった彼の言葉に、被災者だけでなく全国のプロ野球ファンも勇気をもらった。当時の島はいわば野球復興の象徴的存在でもあったのだ。移籍1年目のヤクルトでは正捕手中村とほぼ交互にマスクをかぶり、オープン戦6試合でスタメン出場。ベテランらしいリードでチームに新風を吹き込む役割を期待されていた。そんな島に話を聞いた時にこう言っていたのが印象に残っている。若い投手にでも俺のサインにどんどん首を振れよと言ってます。遠慮なんかすることないぞ、投げたくなかったら投げたくないと意思表示していいんだぞと。普通投手が捕手のサインに首を振ったらバッテリーの息が合っていないと思われがちだ。が、島はこう断言した。全然、そんなことないです。むしろ、コミュニケーションが取れてるから首を振られるんですよ。楽天時代、そんな島に何度も首を振っていたのが、現ヤンキースの田中だった。新人同士だった7年、田中のスライダーに惚れ込んでいた島が、勝負どころでこれを要求すると、田中は何度も首を振っていたという。1年目の田中は、首を振ったら大体、まっすぐ勝負です。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐで行きたい。という感じなんで、わかったわかった、まっすぐでいいよ、と。そうしたコミュニケーションを積み重ね、震災の11年、優勝と日本一を達成した13年には、田中と最優秀バッテリー賞を受賞。名実ともに球界を代表する捕手へと大きな成長を遂げたのである。震災以来、9年ぶりに開幕延期となった年だからこそ、島の底力を見たい。ファンもそれを待ち望んでいるはずだ。赤坂栄一、1963年、広島県出身、法政大卒。毎週金曜朝8時、TBS ラジオ、森本武史ロースタンバイ、出演中。最後のクジラ、太陽ホエールズ田代富雄の野球人生、講談社などノンフィクション増補改訂版が電子書籍で発売中。失われた甲子園、記憶をなくしたエースと1989年の球児たち、動画第15回新潮ドキュメント賞ノミネート。日本文芸家協会会員。